Yoshi. いなくなってさ。それはお前が。それはいい。見せたいものがある。ついてこい。これはドラゴンの骨。ドラゴンの墓場。どうなってんだこりゃ。 こんなに大勢のドラゴンが。ここで何かあったのかしら。ミルキーウェイ、魂となったドラゴンの声を聞く魔法。ここに眠るドラゴンの声が聞こえれば、ここで何があったかわかるかもしれません。そして、いなくなった私たちのドラゴンのことも。そんな魔法が。すげえぞウェンディ。 迷えるドラゴンの魂よ。そなたの声を私が受け止めよう。ミルキーウェイ。我が名はジルコニス。翡翠の竜とも呼ばれておった。わしの魂を呼び起こすと グランディーネの術じゃ。ここで何があったの。こんなにもたくさんドラゴンの亡骸があって。あれは400年以上昔のことだ。かつて竜族はこの世界の王であった。自由に空を舞い大地を駆け海を渡り繁栄していった。この世のものすべては竜族のものであった。 人間などは我々の食物に過ぎなかったのだよ。だがその竜族の支配に異論を唱える愚かなドラゴンがいた。人間と共存できる世界を作りたいと抜かしおったのじゃ。それに賛同するドラゴンと反対するドラゴンとの間で戦争が始まった。 わしは反対派として戦った。反対派ってことは、わしは人間は好きではない。食物としてなら好物であるがな。食い物と会話してんのか、おめえ。<笑>ほら、そういうのムカつくな。それでその戦争はどうなったの。興奮。 戦況は拮抗しておった。ドラゴンとドラゴンの戦いはいくつもの大地を裂くものだった。やがて共存派のドラゴンどもは愚かな戦略を打ち立てた。人間にドラゴンを滅する魔法を与え戦争に参加させたのだ。滅竜魔法？ドラゴンスレイヤーの原点ってこと？ ドラゴンスレイヤーたちの力は絶大であった。人間との共存を選んだドラゴンたちの勝利は目前と迫っていた。しかし、ここで一つの誤算が生じる。力をつけすぎたドラゴンスレイヤーたちは人間との共存を望むドラゴンたちさえも殺していった。 そしてその人間の中の一人にドラゴンの血を浴びすぎた男がおった。その名を口にするのも恐ろしい。男は
は数多のドラゴンを滅ぼし、その血を浴び続けた。やがて男の皮膚は鱗に変わり、歯は牙に変わり、その姿はドラゴンそのものへと変化していった。人間がドラゴンになったの？それが滅竜魔法の先にあるものだ。ここに眠るドラゴンたちはその男により滅ぼされた。男は人間でありながら竜の王となった。竜の王が誕生した戦争、それが竜王祭。王の名はアクノロギア。ドラゴンでありドラゴンならざる暗黒の翼。あれが元々は人間だった？バカな。奴によりほとんどのドラゴンは滅んでいった。それが今から400年前の話だ。わしは貴様ら。おい、まだ聞いてねえことあんだろ。ダメです、この場から思念が完全に消えました。東洋の言葉で言う成仏というものでしょうか。なんだか偉い話になってきたな。スケール大きすぎよ。滅竜魔法使いすぎると本物のドラゴンになっちまうのか。それは困る。どうしよう。それはありえんよ。誰？話は聞かせてもらった。やはり我々の研究と史実は一致していた。君たちはゼレフ署の悪魔を知っているかね。アクノロギアはそれに近い。一人のドラゴンスレイヤーをゼレフがアクノロギアにしたと推測される。ゼレフが？つまり全ての元凶であるゼレフを撃つことがアクノロギア攻略の第一歩となる。ゼレフを倒す。私はフィオーレ王国軍クロッカス駐屯部隊王家聖騎士団団長アルカディオス。極秘に進めていたある作戦に精霊魔導士の力が必要だった。精霊魔導士？ちょっと待て、何の話かわからねえ。ややこしい話はパスだ。要件を言え。夏ドラグニル君だね。先ほどの戦い、素晴らしい魔法であった。んなことはどうでもいいんだよ。こっちは精霊魔導士が必要とかどうとかってのに引っかかってんだ。言いたいことがあるならはっきり言いやがれ。ついてきたまえ。おいてめえ。ルーシー様、私からもお願いします。え？この作戦が成功すればゼレフ、そしてアクノロギアを倒せます。んだーこりゃー。下等級メルクリアスですね。陛下のおられる城だ。まずはじめに数日前ルーシー殿を狙い誤ってさらおうとしたことを謝罪しておきたい。あれ、あんたの仕業だったの？もちろん危害を加えるつもりはなかったが、いささか強引な策に走ってしまった。あの時は早急に精霊魔導士が必要だと思い込み判断を誤った。申し訳ない。大魔党演武は魔導士たちの魔力を大量に摂取するためのカモフラージュだった。毎年魔導士たちから魔力を奪っていたのかよ。汚ねえな。何と言ってもらっても構わんよ。全てはある計画のためにやったこと。世界を変える扉、エクリプス。これの建造のため大量の魔力が必要だった。扉？なんだこりゃ。太陽と月が交差するとき、
12の鍵を用いてその扉を開け。扉を開けば時の中400年の時を渡り、不死となる前のゼレフを撃つ。それこそがエクリプス計画。時を渡る。太陽と月が交差する時、すなわち3日後の7月7日、君の力を貸してほしい、ルーシー殿。7月7日。私たちのドラゴンが消えた日。そこまでだ！王国兵？国防大臣殿、これは何の真似ですか？部外者ではない。知っているでしょう。この作戦において重要な役割を持つ者たちです。あなたは単にこの計画に反対なだけでしょう。今すぐこんなふざけた真似はやめていただきたい。巻き込むんじゃ。よせ。ここで魔法を使ってはならん。うわっ。王国兵に捕まった。よくわからん計画の関係者にされちまったのか。んなことはどうでもいいんだよ。俺は今すぐ助けに行くぞ。落ち着いてください、ナッツさん。相手は王国なんだよ。王国相手ゆえに迂闊なことはできんが、向こうもまた国民を存在に扱うこともできんじゃろう。だー、ごちゃごちゃ言ってねえで助けに行くぞ。落ち着け。家族取られちゃ祭りどころじゃねえわい。みんな同じ気持ちじゃ。いつもみてえに後先考えんで突っ込んでも、今回ばかりは相手が悪い。が、黙ってられるほど腰抜けじゃねえぞ。フェアリーテイルは。まさかこんなことになってしまうなんて。私は本当に不幸を呼ぶ。何言ってんの。落ち込む暇があったら脱出方法を考えよう。ルーシー様、本当にすみません。あんたのせいじゃないって。私もあんたも王国の内下場に巻き込まれた。それだけ。エクリプス計画ってのを実行すべきかどうかって話でしょ。はっきり言ってどっちが正しいか私には分からないよ。実行するべきですよ。私には姉がいたんです。空野という名前でした。私は何をやってもドジばっかりして、いつも両親に怒られてました。でも姉はそんな私をいつでもかばってくれた。優しくて綺麗で、私は姉が大好きだった。だけどある日、ゼレフを盲信する集団に両親は殺され、姉は連れて行かれてしまいました。私は命からがら逃げ出すことしかできませんでした。その後の姉の生死は不明です。エクリプスを使えばゼレフを倒せます。この世界にゼレフがいなければ、姉は連れて行かれなかったかもしれないか。でも
世界が自分の思い通りにだけ変わるとは限らない。それが大臣の言ってた歴史を変える危険性、過去を変える。本当にそんなことできるのかしら。後で聞いた話だけど、夏とガジルに負けたセーバートゥースの二人はマスターにだいぶ叱られたらしい。雪乃のように紋章を消せと言われたんだけど、スティングの相棒レクターがかばったんだ。でもマスターの怒りは収まらず、その矛先はレクターに。レクターを消されてスティングは激怒。ついにマスタージエンマに歯向かってしまった。でもマスターのやり方が気に食わなかったのはミネルヴァも同じで、密かにレクターをかくまっていた。けれどミネルヴァは優しいだけじゃなかった。優勝しなければレクターは返さない、スティングにそう告げたんだ。よし、なるほど。よし。よし。あら。ほう。
よろしくね。ああ、よ、あ、そうだな。おう、ありがとう。
いしょっと。ありがとう。どこに行こうか。ここに行くぞ。注意して進め。よっと。イエス！切られたいものからかかってこい。帰ってきたな。
どこに行こうか。ここに行くぞ。ありがとう。よし、張り切っていきましょう。アイスメイク、アイスゲイザー決戦、我々の勝利だ。よっと、やっ、やっ、張り切っていきましょう。さて、アイスメイクハンマー決戦、天竜の巻き爪、よし、火竜の鉄拳、もう終わりか、暴れたんねえぞ。よし、よっしゃ、行っちゃいくか。Thank you.
スメイクアイスゲイザー決戦我々の勝利だ。よっと。よっと。イエス。やれやれ、お出ましか。アイスメイクコールドエクスタイマーさてアイスメイクハンマーケンリーの吐き爪よっとよしさあ行きましょうメイクハンマーケンリーの吐き爪私たちの勝ちだぴょんなんてよしやれやれお出ましか
やれやれ、お出ましか。もう終わりか。
暴れたんねえぞ。アイスメイクハンマー天竜の吐き詰め決戦よっ狩竜の鉄拳もう終わりか暴れたんねえぞうん。
イスメイク。うわガリューのオーカー月戦確か天竜のハイブレッさてアイスメイクハンマー月戦我々の勝利だからかかってこい天竜の逆撃フォトンスライドさてアイスメイクハンマー月戦帰ってきたな調子いいじゃない
材料はあそこで、これはどこで手に入るんだろう。ウェンディ、何読んでるの？薬の本？あ、はい。ポーリュシカさんのお手伝いをしようと思ってちょっと勉強してるんです。前に行った時に薬の材料を切らして困ってるって話してたので。へー、それでポーリュシカさんから材料集めを頼まれたんだ。あ、いえ、直接頼まれたわけではないんですけど、いつもお世話になっているので恩返しにと思って。そっか、優しいね、ウェンディは。でもお薬の材料っていろいろあるんですね。聞いたこともない薬草とか凶暴なモンスターの牙とか。でもどうにかして全部集めないと。やる気だね、頑張れ、ウェンディ。